なんだこのレバーは。怪しいな。ちょっと引いてみるか。あ、すまないすまないすまない。え、あ、地下の扉が開いた。これは、あ、なんだか地下に続いてるようだな。大丈夫か？え？というわけで、私はゾンビの研究をしていた元研究員だ。元研究員？どうしてわざわざこんな島に来たんだ？この島の地下にある研究所に行けば、人間に戻るための結晶を作ることができる。あ！結晶ってことは、僕も元の人間に戻れるってことか？多分。詳しい話は地下に行ってからしよう。ああ、ちょっと待ってくれ。すまない先生が元の人間に戻ってほしいという人はチャンネル登録と高評価よろしく。ドアーブー。ここは一体、さっきの村人さんだ。あれ、僕確かに地下に来たんだよな。ここは私がゾンビの研究をしていた地下研究所だ。もともとは医療目的でゾンビの研究をしていたのだが、奴らは人間の体を使ってゾンビの研究をし始めたのだ。その結果、私はこんな姿に。ああ、そうだったのか。ところで、血清はどうやって作るんだ？血清の作り方は、ここから近くにある実験棟の地下に保管されている。しかし、その部屋に入るためにはカードキーが必要なのだ。カードキーはどうやって手に入れるんだ？その実験棟にいるこの科学者が持っている。なるほど、こいつがカードキーを持っているのか。そうだ、だから今からそいつを倒してカードキーを取ってきてくれ。わかった、今からそいつを倒してカードキーを取ってくる。ありがとう、君ならできるはずだ。まあ、それとこの通信機を持っていくといい。何かわからないことがあったら私に電話してくれ。なるほど、わかった。じゃあ今からカードキーを取ってくる。それじゃあまずは実験棟を探していくか。本当にあった！地下にこんなでっかい研究所があったなんて全く気づかなかったな。よし、それじゃあ早速研究所に潜入だ。あそこから入り口に行けそうだな。さあ、ここを通ってと。あったあった、入り口だな。でもここなんか赤いレーザーみたいのが出てるな。ここから中に入ることは。いった！なるほど、レーザーに触れるとダメージを受けるのか。まいったな、これじゃ研究所に入れない。仕方ない。ん、どうした？研究所の入り口にレーザーがあって中に入れないんだ。んだったら裏口から入るといい。どうやら裏口があるみたいだな。場所はどうだろう。裏口っていうぐらいだから正面ではないよな。あったあったあった、ここが裏口だな。よし、扉も開いてる。さあ潜入していこう。バレないようにこっそり行かないとな。ここは厨房かって。あれは昼ご飯のハンバーガー、うまいでありますな。はっ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 、いけない、もうこんな時間か。ゾンビの研究をしなくてはな。今の人物、どっかで見たよな。ああ、そうだ、今のやつ、カードキーを持ってるやつじゃないか。だったら今から捕まえて。その前にちょっとお腹すいたな。せっかく厨房でなんか作ってるみたいだし。ラーメンにハンバーガーにチャーハン、いっぱいあるじゃないか。
よし、これちょっともらっちゃおうかな。さあ、さっきのムリエルにハンバーガー2つ。しばらく食ってなかったからな、お腹空いちゃった。ハンバーガー食べるか。うまい。ゾンビになっても味覚は変わってないな。ってそんなことしてる場合じゃなかった。さっきのやつは一体どこに行ったんだ。あれ、いない。そんな時間は経ってないと思うんだけどな。ああ、しまった、見失ってしまったな。でも目標は見つけたからな。ひとまず電話して報告するか。ん、どうした。ターゲットを見つけたんだが見失ってしまった。そうか、だったら1階にあるカメラ室に行くといい。そこへ行けば監視カメラでターゲットを探すことができるだろう。なるほど、監視カメラの映像ね。確かにそれを使えば早く見つけられそうだ。ん？ああ、ここはさっき強引に入ろうとしたところか。また研究員たちがいるな。あいつらに見つかると厄介だ。ひとまずは見つからないようにこっそりと潜入していこうかな。さ、音を立てないようにできるだけ忍び足で動いてと。よし、ここまで来れば大丈夫だろう。監視カメラの映像があるのはここら辺か。ん、ああ、あった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 。監視カメラの映像がここで見れるみたいだ。さあ、中に入って、あ、これだ。監視カメラの映像が見れるのは、順番に見ていこうか。まずは1番目から。ここはさっきの1階か。じゃあ2番目のモニターを。あ、何やら大ホールで会議をしているようだな。続いては3番目と。また。ああ！この顔は！見つけた！あいつは4階の研究室にいる。さ、今から4階に行こう。ただバレないようにしないとな。ここはさっき会議を行っていた場所だな。入ったらバレる。これはエレベーター。これを使えば上に行くことができるかな。ちょっとしてみよう。ん、なんだ。ああ、ちゃんとエレベーターが降りてきた。よし、これが1階に来るのを待ってと。 OK。 さあ、4階だから3階ボタンを押していこうかな。おお、すごい、ちゃんと起動するじゃないか。さあ、ここは2階だからあと2階押してと。ようやく4階に着いた。ここにあのターゲットがいるはずだ。さあ、一気に駆け抜けて。いや、まずいな。ここには他の研究員たちが、ああ、いる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 な。あいつらにバレると厄介だから、ここはゆっくり忍び足で駆け抜けていこう。ここまで来ればよし、大丈夫だ。さーて、ん、あ、あった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 。この実験室にターゲットがいるはずだ。さ、どこにいるかな。一応バレないようにゆっくり慎重に近づいていこう。さ、どこにいるかな。いるか。あ、いた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 。頭だけひょっこり出てるね。さあ、忍び足で近づいていってと。おい、そこのお前、カードキーを渡してもらおう。なんだ貴様は。すまないが、地下のカードキーを渡してくれたら何もしない。残念ですが、カードキーを渡すことはできません。なんだ、ポーションを自分に使った。あなたに私の研究成果を見せてあげましょう。はぁ、何なんなんだこいつは。急にポーションをかぶったと思ったらゾンビに変身した。ってことはこいつ、人の人体を使ってゾンビの研究をしていたってことか。って早いなこいつ。思ったよりパワーもスピードもあるな。けど負けるわけにはいかない。このゾンビヘッド、ロケットヘッドを使って頭をぶん投げてゾンビにダメージを与えていくって。あっ、なんだかチクチクダメージくるな。一旦ラーメンを食べて回復しよう。って、まずい、追い込
こうなったらロケットパンチでこいつを無理やりどかせるしかない。ってどんだけ来るんだこいつ。なかなかやるじゃないか。なんだ急に画面が、あっ不快感も出てきた。こいつの能力なのか。視界が歪んで前をあまり見ることができない。あまただけど、ここでやられるわけにはいかない。なんとしても人間に戻らないといけないからな。さあ次の一発でとどめだ。あっ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 これは…あーカードキーゲット。これがあれば扉のロックを解除できる。すまない、カードキーを確保した。よくやった。では今から地下1階に行ってそのカードキーを使うのだ。さあ1階に降りてきた。ここの地下に血清の作り方が保管されている場所があるんだよね。あーでもあの研究員たちに見つかるわけにはいかないからな。忍び足でゆっくりと行かないとね。さ、音を立てずに。よし、ここまで来た。地下への階段はここだな。さ、下に降りていってと。ここまで来ればもう見てないだろう。さーて、待った、これはさっきのレーザー。これじゃカードキーを持っていても先に進むことができない。どうすればいいんだ。村口さん、地下1階に来たんだけどレーザーがあって先に進めないんだ。何だったら監視カメラ室の前にある変電室に入ってブレーカーを落とすのだ。そうすればレーザーを止めることができる。さてと、村口さんは監視カメラ室の前に変電室があるって言ってたよね。どこにもないじゃないか。本当にここで合ってるのか。まあもう一度くまなく探していこう。行き止まりだよな。ここには壁があるだけ。くそ、場所が変わったのか。待てよ、なんだろうこの機械。さっきから置いてあるけど、これは映像を映し出すプロジェクター。もしかしてだけどこの壁って単なる映像だったりして。ん？ああ！やっぱりそうだ。なるほど、この壁はプロジェクターで映し出されたものだったのか。お、あった！ブレーカーだ。よし、ここのガラスをぶっ壊してボタンを押せばブレーカーが落ちる。すまない！ん？ブレーカーが、ブレーカーを切ったことでレーザーが消えてる。これだったらあの部屋に入ることができる。さて入るためにはさっき拾ったカードキーで、開けた。よし、このチェストの中に血清を作るためのレシピが書いてあるはずだ。さあチェストオープン。本と羽ペン。さあ中身を確認してみよう。すまない、血清の作り方、リンゴ1個とダイヤ8個。なるほど、この素材があれば血清を作ることができるのか。この辺に、いた。南さん、血清の作り方が分かった。これだ。ありがとう。なるほど、この素材があれば作れるのか。リンゴとダイヤは第2実験棟にあったな。なるほど、だったら今からその第二実験棟に。待って、なんだ村部さん。第二実験棟には研究員が多い。見つかる可能性がある。だからいざという時はこの技を使うのだ。え、なんだこれ。ああ、嘘だろ、体がバラバラに。なんだこの技は。見つかりそうになったらその技を使うのだ。さすがにバレると思うけど。元に戻った。まあありがとう、いざとなったら使ってみるか。さーて第二実験棟に到着した。さっきの村口さんの情報によると4階にリンゴとダイヤモンドがあるみたいだからな。
今から4階に行ってみよう。さ、潜入潜入。そろそろ誰かいそうだな。一旦ちょっとかがんで、右にはいない、左は、あー誰かいるな。見つかったらかなり大変なことになるからな。さ、忍び足で入り口に入っていこうかな。あーそこにもいる。人が結構いるって言ってたからね。気をつけないと。あー結構嫌な位置にいるな。あそこを通らないと多分上には行けないよね。お、あ、今後ろ向いたよね。よし、こっそり静かに近づいていこう。よしよしよし、バレてない、バレてないぞ。このまま音を立てずに階段を登っていこう。よしよしよし。さあ4階に着いたね。研究員はいるかな。誰か、あ、あっと右側に誰かいるね。こっちを向いてない隙に忍び足でバレないように、バレないようにゆっくりと後ろを通り抜けて、よし、ここまで来れば大丈夫だろう。さ、右側、左側には人はいない。まっすぐ行って左に曲がれってことか。ここには誰もいない。よし、歩いてできるだけね、音を立てずに進んでいこう。さ、ここはなんだ。結成研究部屋。あ、あったあった、このようだな。さて、ここはカードキーをかざせばいいんだな。だったらさっき手に入れたこのカードキーを使ってと。プライ、レベル3のカードキーは使用できません。おいおい、嘘だろ。もっとレベルの高いカードキーが必要ってことか。あ、しまった、後ろから誰か来てる。まずい、どこかに隠れないと。でも右も左も隠れる場所がない。こうなったらこれを使うしかない。すまない、よし、うまくいった。あとはこれでバレないことを祈るしかないね。さ、誰か来た。あの人だな、息を殺して。へへへ、これはゾンビ。やばい、ガン見してる。これはさすがにバレるだろ。まったく、誰だよこんなとこにゾンビの死体を置いたやつ。バレてない。ふん、あれ、ゾンビの死体ってこんなとこにあったっけ。やばい、露骨に動きすぎだ。ま、後で掃除しておこうっと。あれ、バレてない。よし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 、なんだかよくわからないけどかなり鈍感な研究員で助かった。さ、ここに身を潜めて、あの研究員の人、あ、ついていた。よし、あとは好き放題できそうだね。さーて、ここにリンゴにダイヤモンドがあるはずだ。まあいろんな野菜とかを栽培しているのか。あ、あった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 、これリンゴだよね。さ、リンゴを拾って、あとはダイヤモンドは、あった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 、ちょうどダイヤモンドブロックがあるね。さ、つる足を取ってと、これを使ってね、ダイヤモンドを取っていこう。さーて、結成を作るためには8個のダイヤモンドだよな。2人分作りたいから、ちょうどダイヤを2個持って帰ろう。司令、脱走したゾンビの件なのですが。お、やっと見つかったのか。見つかりません。何をやっとるんだ貴様らは。もういい、私が監視カメラを確認する。いや、いるじゃないか、普通に見つけたぞ。それ実験で失敗したゾンビじゃないんですか。あんな状態で動くゾンビがいるわけないだろう。まあいい、奴の確保はあの新型のゾンビに任せるとするか。ふぅ、やっと結成を作るためのリンゴとダイヤモンドが集まった。あ、いた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 、村口さん、結成を作るために必要なリンゴとダイヤモンドを持ってきた。よくやってくれた。では今から結成を作りに行く。あれ、そういえば
の結成ってどこで作るんだ。まあそう焦るな。ひとまずはそこの黒い床の前で待っていてくれ。ああ、わかった。一体何が始まるんだ。それでは今から結成を作りに行くぞ。にゃっと。あ、あ、こんなところにも地下室があったのか。この下にある秘密の実験室で結成を作ることができる。では先に私が行くぞ。ああ、行っちゃった。こんな高いところから落ちちゃって大丈夫なのかな。いや、結成を作るためだ。行くしかない。ああ、すまない。なんだここは。結成を作るための実験室に到着したのか。あ、いた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 。あれ、ここが実験室なのか。いや、実験室は下だ。だから今からこのエリトラを使って地下まで行くぞ。なるほど。さあ、エリトラを装備してと。それでは私に続け。行くぞ。どうしたんだ。なんだかずいぶんとでかい。いったいった、頭ぶつけた。まあでも大したことはないね。おこれか。結成を作る装置は。その通り、このマシーンで結成を今から作る。なるほど、ずいぶんとすごい機械だな。ちなみに結成を作るためには3分かかるから、それまで待っていてくれ。なるほど、3分ね。じゃあ僕は誰かが来ないか見張ってようかな。ま、今さらこんなところに誰も来ないだろ。あー、なんだ今の振動は。あ、なんだこいつは。ターゲット発見、捕まえる。くそ、こんな時に。結成を作っている今、近づけさせるわけにはいかない。今は戦うしかって。なんだ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 。あいつ、しもべを召喚してきた。この骸骨でもロケットパンチがあるからね。こいつをぶっ飛ばせば近寄られることって結構削られる。やばい、悠長にやってるとやられるからね。ここは一旦ステーキを食べて体力を回復だ。こうなったら仕方ない。頭を飛ばしてしもべを倒せ。あざない。なんか今親玉の方がレーザー撃ってきたね。そんな技もできるのか。けどこうやってロケットパンチで相手を吹っ飛ばせばこっちにダメージを食らうことはない。いける。うまい。ん、あれ、大したことってやばいやばい。結構ってかダメージはやっぱり高いな。まずい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 。一旦エリトラを使って高速で逃げる。てかこいつは足速。なんなんだお前ら、普段どっかでトレーニングでもしてるのか。あ、でも骨だから頑張っても筋肉はつかないよね。ってそんなこと言ってる場合じゃない。もう少しであの親玉を倒せる。さあこのロケットヘッドでってやばい。体力を回復するアイテムも尽きた。このままじゃやばい。でもね、僕にはこのゾンビバイトがあるからね。さあこれで地道に体力を回復して、あとはロケットヘッドを使ってとどめだ。倒したか。よーし、なんとか敵の親玉を倒したみたいだ。あー疲れた。ルミちゃん、よくやってくれた。結成を作ることには成功した。これを受け取るのだ。これが結成。あ、これってダイヤモンドアップル。なるほど、これを食べれば人間に戻れるんだな。じゃああとはこっから脱出するだけだ。なんだ警報。もしかして侵入してることがバレたのか。最後まで動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価もよろしく。他の動画もよかったら見ていってくれ。